はい、皆さんこんにちは、会長気象署です。今回ですね、ミリアの徹底解説をやっていきたいと思います。はい、まあ、シーズンがね、さっき始まりましたっていう、まあ、ご報告なんですけども、北陸シーズンで、まあ、ちょっと序盤にバト割りで動画撮ってるので、まあ、若干というかかなり捨て棒になるんですけど、まあ、ミリアはね火力あってこそなんでね、まあ、微妙なね、失望もね、許していただきたい。というわけで、元気にやっていくんですけど、まあ、最初のデッキは、シルブレアバカンでやってます。まあ、正直、お母さんが結構主流だと思ってるんですけど、まあ、僕は複数の関係でシルブレ積んでます。まあ、どっちでもいいかなって感じはありますね。最近なんかお母さんよりもギルジャンヌの影響でシルブレの方が採用してる率高いんですけどね、全体的に。まあ、エミリアはまあ普通にそこまで特徴のないガンナーですね。HA で回復ができるっていうのがまあ結構特徴なんですけど、他は至って普通に、まあ、射程もそこそこあって、まあ、火力もないわけではないって感じで、まあ、いい感じのバランスの取れた、まあ、割と使いやすいブレのガンナーかなって、思っております。で、アビリティで自陣にいると、まあ、火力が上がると。通常攻撃の速度が上がるんですけど、厳密には。なんで、まあ、自衛するときは結構強いですね。まあ、守りが強いというか、まあ、そんな感じになります。で、ここはまあとりあえずカノネ、まあ、ゆららだと思ってたんですけどカノネだったんで、まあ、とりあえずカノネ吐かせてヒーロースキル吐いて、まあ、あと殴っていくと。ヒーロースキルがね、結構刺さりやすいというか強いですね。大会とかだとまあ微妙なんですけど、バトアリとかだと結構バグらせ性能高いんで強いと思います。特にシルブレと相性良かったりするんで、強いですね。まあ、野良とかでもこうやってヒーロースキルだけで敵が全員溶けていくなんてこともあるので、まあ、なかなか面白いヒーロースキルなんじゃないかなって個人的には思ってます。まあ普通に射程の長いガンナーなんで、普通のガンナーと特に変わりなくて、まあ引き打ち、追従音がメインだと思いますね。追従音で僕もやってるんですけど、まあ追従音で引き打ちしながら、まあ殴っていって、まあガードとか吐かせてって感じですね。まあ、アバカン持ってれば、まあ、通常でガード吐かせてからアバカン当てるとか、まあ、別にお母さん1枚でガード2とかだったら、まあ、頑張って引いて引いてって立ち回りで、まあ、メダルなんですけど、アタッカーに追いつかれない程度の足メダル、まあ、元々そんなに遅くはないんで、まあ、足3か6どっちか分かんないんですけど、まあ、剣と足のハイブリッドがおすすめかなって思います。まあ、低戦の方はついた方って感じでいいんじゃないでしょうか。というわけで、2戦目いきたいと思います。はい、2戦目になります。2戦目なんですけど、まあ、普通に超テンプレデッキって感じで、ディーババーゲンアバカンやってます。まあ、エミリア言ってなかったんですけど遠距離がまあ早い感じなんで、まあ、積むならアバカンかなって思ってます。まあ、カノーネとかフルークも突数によってはありだと思います。近距離も別に遅くはないんで、まあ、僕はアバカンが4突してるんでアバカン積んでるんですけど、まあ、カノーネが突ってたら、まあ、カノーネ積んでたりしてますね。まあ、回復はまあ、僕は突き足3突で、味方にミクがいたから回復足りてるかなって思って、まあ、火力寄りで、突き足積んだだけで、まあ、ガブリエルがいいと思いますし、まあ、大会
やっぱフリーバトルとかだったら、まあ、赤ガブが良かったり赤ユニドだったり、回復なしはあんまりおすすめしませんね。あの味方の回復はできるんですけど、あの自分の回復はできないんで、ちゃんと自分の回復は積むべきかなって思います。ちゃんとタナナムの射程、ヒーローアクションの射程を気にしながら殴っていって、ちょ僕ねやってる間にね、あのヒーローアクションのね存在を忘れてたんですよ。あのタナナムじゃなくてエミリアの、だから全然この試合回復してないんですけど、まあ最後の試合で回復多めで立ち回っていきたいですね。今日4試合あげようかなって思うんですけど、ちょマジであのステボーができちゃうからちょっと楽しくなっちゃって、通常でめっちゃ殴ってます。これ味方うまいですね。これ相手も硬い。あのステボーできるって言っても言うてそんなに低くはなかったですね。200弱ぐらいが多かったです。これなんであの視点見にくいのかなって思ったら追従オンでした。はい。でまあ安定してそうなんで後ろ広げに行きます。やっぱ広げるうちに広げるのがガンナーの仕事、まあ、もしくはスプリンターの仕事でもあるんですけど、見れる人が裏見て、まあ、ドアのケアですね。相手ドアあるの分かってるんで、まあ、あの勇者がずっと前に出なかったことから勇者が結構支援系かなっていうのはちょっと分かって、まあ、タンポロの疑似タンポロみたいな、まあ、耐久型かなっていう感じはあったんで、C はね、タイマンでも大丈夫かなっていうことで裏広げてました。ヒーロースキルを打ってるうちに裏に飛ばれてたのかな、勇者が飛んできたのか。であれなんですけど、まあ、こうやって溶かしていくと火力やばいですね。この時勇者多分160ぐらいはあったんですけど、この一瞬で溶かす性能、僕今200なんですけど強いっすね。まあ、こういう時もちゃんと自陣踏んで殴るとか工夫すると火力も上がっていいと思うんですけど、まあ、相手の防御アップのカードが入って、まあ、相手倒せませんでした。まあなんか工夫することというか難しいことはあんまないんで、ちゃんと回復できるときにヒールアクションで回復してあげることと、ちゃんと引き打ち間合いを詰めさせないこととか、まあ、ガンナーの基本をちゃんと意識しておけばエミリアは使えるかなって思います。3戦目になります。3戦目はですね、ちょっとシーズン最初っていうのも、あってっていうのを何回も言ってるんですけど、まあ、セーブをするのが楽しくなってしまって、超火力寄りのデッキにしてます。シルブレー、ディーバー、アバカン、旗、まあ、とりあえず攻撃力高い上から順番に積みましたみたいなデッキなんですけど、まあ、正直射程管理ちゃんとできれば別にダメージ食らわないんで、ガンナーってそんなに、まあ、地雷っちゃ地雷なんですけど、固定で別に火力出す分にはいいかなっていう個人的な印象はあります。まあここはスプリンターに上行ってもらって、僕もついていけます。まあ、回復源がミクなんでミクにちゃんとついていこうとしたんですけど、やられていく。すぐヒーロースキルを吐いてくれたんで、まあ、上からバカンをかぶせて、まあ、殴っていきたいところなんですけど、まあ、サーティンヒーロースキル使うと防御が上がるんで、まあ、なかなかダメージも通りづらいと。エミリアなんですけど防御が高い相手にはダメージ入りづらいんで、お母さんとかシルブレとかホープ採用されている形になりますね。ここは旗で吸って、食らっていく。まあセイバーのヒーローアクションは届かないの分かっちゃうんで安心って感じで、まあ、この火力ですよね。これがやりたくてやってたんですけど、でこれ上から援護します。
まあ、とりあえず、取れてるポータルの安定が大事なんで、まあ、目先のキルにとらわれずに、ちゃんと味方の援護をねするといいと思います。でこれ足メダルはついてるか分かんないんですけど避けます。多分メダルついてないですね、エミリア。まあ足はもともと速いんで、まあ相手は火力ないの分かってるんで旗当てて、ヒーロースキルを吐かせます。でヒーローアクションが来て危ないのでヒーロースキルを打って自衛しますね。でこのまま一緒にこっちのポータルも取れればいいなって、ちょっと企んでるんですけど、さあどうなるのでしょうか。まあ、これ固定なんで味方に、D の方触ってって言って僕があとはテスラ殴っていく感じなんですけど、まあ、オルタがね取れてるポータルを守らないで僕の方をね、殴りに来たんで、まあ、ちょっと予想外でしたね。まあ、ちゃんと3対3なんで味方の援護もあって上は2点取ることができましたと。まあ、折れた号令吐いてもう浮力ぐらいしか残ってないから大丈夫かなってことで僕は下に遊びに行ってます。サーティーンがヒーロースキル吐いたんで、まあ、またアバカンかぶせて殴っていくと、まあなんか知らんけど最後の方が火力出ましたね。最初はなんか防御アップめっちゃ入って全然ダメージ入んなかったんですけど、レベル差こんなに出るんですかね、ステータスに。というわけで、まあ、火力マシマシデッキっていう、まあ、個人的に楽しいデッキなんですけど、勝ちましたと。まあ、最後はちゃんとエミリアの強みをね、生かした感じで戦っていきたいと思います。はい、ラスト4戦目ですね。最後は、支援カードをね、多めに積んで、まあ、殴り合いというより、後ろ目で、まあ、味方のサポートをする立ち回りを心がけていきたいと思います。鬼が多いです。最後だけリプレイじゃなくて、まあ、やりながら取っていこうと。取りながらそれをかけ打って、まあ、ジャスティスをまず溶かすとこから始めないといけませんね。強いな。どういうこと？こういうことですね。こういうことですね。味方ナイスもらいました。ありがとうございます。これ勝ちたいな。嬉しいわ。あら。頑張れ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 強い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 、それで無理だわ。ナイス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 、強い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 。これは相手いなくなったんでソロかけ残してきます。最後の戦闘時にソロかけ切ります。やばくないですかこれ。これがエミリアの回復力。リンとかだと火力が上がるんですけど、まあ、エミリアはこれができるんで、これはこれで強いんですよね。ちょっと嬉しくなっちゃったわ。ギルガメッシュの生徒会を耐え抜くというちょっと嬉しくなって詰めてますね彼。それ大丈夫？なんか耐えてるし。これは引こう。これギルガメッシュの犬前り収容に取っときたいな。これシャドウ食らうんですけど別にあんまり。でこけてから空が切ります。
で僕が裏を見るのがいいですね。ヒーロースキルは使わなくてもいいや。でこれやって、まあ、勝ちかなこれで。はい、まあ前半めちゃめちゃヒーローアクションを生かせたんじゃないでしょうか。最後集中しちゃったんですけど、というわけで、エミリア、まあ、射程の管理、引き打ち、あとヒーローアクション。おプラチ来たんだけど、やば。いいんですか？いいんですか？っていうらへんだけ押さえておけば、もう割と使いやすいガンナーなんで、まぁ、ちょっとステータスが必要になってくるキャラなんですけど、まぁ、フリーバトルとか、まぁ、大会とかで、まぁ、ぜひ、お試しで使ってみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。